してないのもあったり、本当はこっちも書いたんですけど、まあこれ夜営業、あでちょっと少ないのか、結構あの来ないのだったらコースが入ってくるか、あうーん飲み放題のコースで5000円で1人のあので結構多いですね、やっぱあの今の娘さんの旦那さんつながってあ、うん、であのもう何年かやってなかったからこうであのやってみたくて僕は書き起こ一回してみたくてそれなら、僕自分のところのお好み焼きと書きをやってみたかった、ひなせよりちょっと、じゃあひなせ食べてみたけどちょっと勝負してみたい。ああ、なるほど。勝てませんけどね。全然勝てませんけど。で、まあ、あんまり僕も基本あの宣伝しないで来たから、ずっとあの岡山でも宣伝しなかったんでしょ。岡山。ちょっThank you.
これは、モダン焼きのうどん用です。で、これが、豚玉のそば。おすすめみたいなのがあったりするんですかね。名物広し焼き。あとホルモン、ホルモンライスがあるんですよね。あ、うまいですね。美味しいです。タレと、このホルモンの、なんか他にはない感じですね。そうですね。なんかちょっと変わった。タレ大丈夫ですか？多くないですか？いや、全然大丈夫です。はい。
かね。そうだね、焼肉のタレを自分で作るんで。やっぱ出された方って結構驚きますか。まあ、いや、あの想像と想像よりもっときとる、あの量が。この仕上げの油を使うのと、まあ、和牛なりを使うのと、これ讃岐うどんの粉、気持ちと、やっぱり弾力とか、よく讃岐うどんって踏めば踏むほど、コシと、まあ、その旨味が出てくるんですけど、これも煮ることによって、やっぱり旨味が。で、あとはどんだけ空気を入れてやるかとか、いろいろ粉を試したんですけど、で今使っている粉が一番落ち着きます、自分とか。でこれ仕上げのこの何ですか、油分っていうんですね、はい、もうなんかやっぱり全然ずっと違って違います。これあの甘くて軽いのが出てる、うん、で豚は重いで、あのもうサラダ油なんかはもう余計に硬くなる、うん、全然甘さがもう違います、ね、で今これを使うからやっぱり一方使うから、ね、あの時期によってもう夏が一番難しいですね、粉練るのがやっぱりすぐ柔らかくなるから、それの、あの季節4回ごとに配合を変える、色々調整します、ね、でもう極力このひっくり返し触らない、通常の一般売りとこれ職人さんが1つずつ手作りなんで、もう2本とないですね。もう僕が持って、まあそこのなんですけど、僕が持ってるのでもう最後らしくて、なんかこれが重みとかが違うんですか。違います。もう握り方と握るとこと、もう軽さとあれがもう全然違うと思います。トロ系というか、外側がなんかちょっとカリッとしてて、なんか、うん、
でもこれも生地に基本は朝11時半から、昼の2時まで、で、夜は、5時、基本5時からあと売り切れ次第で、はい、でお休みは、一応不定休で、はい、イベントでいなかったりもあるんで、はい、もうそこはまあ、ちょっと、Google マップでは載すんですけど、ちょっとイベントの時間までは載せれないから、はい、そこはすいません。はい、何かインスタとかで告知はしてると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。